小田さん、はい、箱穴の設置場所の、はい、その選定方法というか、はい、どういうところに仕掛けた方がいいか説明をお願いします。はい、効率よく箱穴で、捕まえるためにはですね、まずイノシシがいるかどうかですね、こう見てもらって、獣道があるかとかですね、畑を荒らしているか、こう掘り返しているかとかを確認します。やっぱりですね、そのイノシシも安心して食べれるところとかいいと言われています。箱穴を置く前に米ぬかを、例えば3箇所ぐらい撒いてみます。ちょっと一緒のイノシシがこう食べるかもしれないですけど、別のイノシシだとしてこっちは食べるけどあっちは食べない、なんかこうちょっと薄暗いとこに置いといた方が食べるぞとか、まず人間が置いた餌を食べるかどうかを確認します、はい、で食べたら箱穴を設置すると。で箱穴をこう一生懸命せっせとこう置いて食べないっていうのが一番恐ろしいことなので、餌を置いてみてから食べるイノシシだったら捕獲するという感じになります。でここ食べたのでここに設置しました。あんまり良くないのはですね、ちょっとこれ100点満点中何点かって言ったら50点ぐらいです。いい箱穴の設置場所っていうのはよく言われるのがですね、こうなんか箱穴に入ったところ見たことなかばいみたいないうの聞いたことないですか？あ、あります。なんでそういうことが起きるかって言ったらですね、そもそも人間が簡単に確認できるようなところに箱穴を設置するっていうのはあんまり良くないです。見通しがいいところっていうのは良くないです。で、あといいのが薄暗いところですね。と、箱穴の向きとかも関係あります。はい、イノシシがこう餌を食べてる時に誰か来ないかなみたいな、大丈夫かなっていうのを確認できるように、こう餌を食べながらこう人間界が見えるように。例えば今こうロン君がいるところはですね、人間界なんですけど、こうやってこう人間いるかなみたいな。あ、人間来た、ちょっと逃げようみたいな感じになるんですけど、こうお尻を向けていると、あ、人間来てないかな、人間来てないかなみたいな、こうそわそわ、なんかこうだるまさんが転んだ状態になってくるので、こう安心して餌を食べれなくなってきます。なので、あ、人間来た、すぐに逃げれるっていう風な形のところ、そういう風に、設置した方がいいんじゃないで、薄暗いところと、さっき言った薄暗くて動詞が悪く、ちょっとこう人間が見て、あ、箱穴の扉落ちてるねぐらいな確認のするところ、普通の一般人がなかなか見えないようなところと、イノシシが逃げやすいような箱穴の向きっていうのが一番いい箱穴の設置方法になります。